コインランドリーの前に止まった白い乗用車。バールのようなものを持った助手席の男が辺りを見回しながら店に入ると、一直線に両替機へ。一心不乱にこじ開けようとします。するとそこへ、物音を聞いて2階の住居から駆けつけた店主の男性らと鉢合わせ。男は持っていたバールのようなものを振り回しながら、仲間の運転する車に飛び乗り逃走しました。そして昨日、警察は住居不定無職の正原大輔容疑者を事後強盗未遂などの疑いで逮捕しました。調べに対し正原容疑者は、身に覚えがないとしか言えないと容疑を否認しているということです。警察によりますと、大阪府内では先月以降、コインランドリーを狙った事件が30件以上相次いでいて、警察は正原容疑者が関わっているとみて追及するとともに、共犯者の行方を追っています。